朝8時。今日は6時間かけて、コジオスコの麓の町まで行きます。久しぶりのドライビング、レンタカー。ありました。今回借りるのはイーストコースト。やたら広い。どこもそう。さあ、乗り始めました。久しぶりの運転です。工事中で、街からなかなか出られない。ガーミンの方が多分古いな。こっちが Google マップ。結構行くな。全部高い。これで6ドル。セブンイレブンだけど、うまいぞ。うまい。ドトールよりうまいかもしれない。街に着いた。あと次の街かな。次の街、多分。もうあと11キロ、ゴールが。やっぱり3時だ。朝9時から3時、そんなもんだ。今日はだいたい400何キロか走ったのかな。時速、平均時速は100キロ。綺麗だ。すごい、めっちゃ綺麗だ。ここかっこいいし、今日の一晩目、サーティエイト、ナイン、フォーティーナと、2階部分が、この2階部分が全然いらない感じなんですけど、まあ悪くないかな。明日往復6時間でしょ。8時、まあ例えば9時に着いて9、10、11、12、1、2、3、3時に帰ってくるんだな。8時に出た方がいい。こちらは、麓の町です。ショッピングセンターがすぐ横にありました。これ多分だからスキー用品とかいろんなものが売ってんだろうな、多分。まあ多分ハイキング程度で十分だと思うんで、
この服装でも大丈夫でしょう。一応これサロモンだしね。バコ、何時かな、これ。この街にシネマがある、映画館がある。オーケー、おお、すごい。あ、めっちゃ近いやん。まずこっからロープウェイを、ロープウェイ乗ってここまで行けちゃって、ここしかないで、今のうちらの町が多分もっと向こうかな。明日はサニーですごく天気もいいということです。最高っぽいな。やることはないんですけど、今一応泳げるっていうんで見に来ました。川、なんだあそこ、すごくかっこいいデザイナーズマンションみたいな感じ。わかった、ここ Airbnb に出てたな、これ。出てました、これ。ここだ、B&B に出てましたね、これ。このマンション。昨日の哲也さんの、ワインは1杯グラスで30ドル、こちら4ドル。正直違いが分かりません。自分は全く違いの分かんない男だ。チョコレート1時間ぐらいいますね。本当はこれ明日の行動食として買ったんですけど、あまりにも静かで綺麗すぎてなくなっちゃいます。ウィンドサーフィンやってます。ウィンドサーフィンやってる。確かにこれ風が結構ありますもんね。めっちゃうまい。おー、すんごい。これもうめっちゃいい気分。